溝野口直明4月11日から1951年12月14日は、日本の陸軍軍人、政治家。最終階級は、陸軍少将。陸軍政務次官、貴族院議員、伯爵旧柴田藩主、溝野口直政の長男として生まれる。学習院を経て、1898年11月、陸軍主管学校を卒業し、翌年6月、 砲兵将尉に任官し、野砲兵第11連隊付となる。1902年12月、陸軍奉公学校高等科を卒業。日露戦争では、野砲兵第11連隊副官として出征し、両党守備軍副官、旅順要塞副官を歴任。1908年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。陸軍省軍務局会員。 ドイツ・オーストリア駐在、野放兵第1連隊付け、軍務局会員、野放兵第20連隊付け、軍務局会員、軍務局砲兵課長などを歴任。1919年7月、父の死去に伴い白爵を就職。東国の宮敏彦を付け、武漢、欧州出張、野放兵第3連隊長などを経て、1923年8月、 陸軍少将に進級し、大名となり、翌月、予備役に編入された。以後、陸軍参与官、陸軍政務次官、航空機製造事業委員会委員、大東亜省行政委員、翼山政治会常任総務などを歴任した。1924年11月29日、補欠選挙で、貴族院伯爵議員にご選され、 貴族院議員に4期在任し1946年5月9日に辞職した。ありがとうございます。